こんにちは、親父の家のじいじいです。神奈川県横須賀市の浦賀にやってきました。浦賀は奉行所があった町でも有名です。京急浦賀駅前には中学生の美術部の描いた黒船の壁画があります。うまい。浦賀は造船の町、浦賀ドックと呼ばれた造船場の壁の外側を歩いていきます。中に入るとまず大きなクレーンが目に入ります。他の建物は壊されて大きな広場になっていました。当時を忍ばせる赤レンガドックがまだ残っています。何をしに浦賀に来たのかと言いますと、昔からの友人と二人でこの場所から離陸着陸するヘリコプターに乗りに来ました。ヘリコプターは操縦士を含めて4人乗りの小さなものです。いろいろなコースがありましたが、私たちは三浦半島の先端にある城ヶ島、そこまで行って帰ってくるコースを選びました。搭乗時間は約15分の予定です。ヘリコプターに乗るなんてめったにないチャンスで、さらに自分が住んでいるところを空から眺めることができる。とっても楽しみにしていました。